セス・ウーハーはアメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サクラメント出身。現在はアポロクルーズのリングネームで WWE に所属。幼少時からプロレスが好きであり、プロレスラーになるべく高校時代にはウェイトトレーニングに励む。インディー時代に使用していたリングネームであるウーハーネーションはウェイトトレーニングのコーチにつけられたニックネームである。 2009年、アトランタを拠点とし、カーティス・ヒューズが主催するワウィオンにプロレスラーになるべく、トレーニングを開始する。そして8月17日、ウーハーネーションのリングネームでデビューを果たす。デビュー後、アラバマ州を拠点とする GCW や NWA 加盟団体である NWA アナーキーに参戦。 2011年9月、ドラゴンゲート USA のトライアウトに参加。ドラゴンゲート USA だけではなく、ドラゴンゲート、エボルブ、フィップにも出場できる契約を交わした。同月9日、ドラゴンゲート USA に出場し、アーロン・ドラベンと対戦して勝利した。同月11日、ドラゴンゲート USA の PPV である、ウェイ・オブ・ザ・ローニン2011の第2手、ファサード、 フリップ・ケンドリック、シュガー・ダン・カートンの4ウェイマッチを行い勝利。10月29日、フィップにてフィップ、フロリダヘリテージ王座を保持するジェイク・マニングに勝利して、ベルトをダッシュした。11月30日、初来日を果たし、ドラゴン・ゲートに参戦。ブラッド・ウォーリアーズに加入し、コとカオリと対戦して1分39秒で勝利した。2012年、ドラゴン・ゲートにて、 ブラッドウォーリアーズの中で内紛が起こり、戸沢明がシーマをはじめ、様々な選手をブラッドウォーリアーズから追放。残った新世代の選手で、マット・ブランキーを結成。自身も流れに沿って、マット・ブランキーに合流した。2013年3月2日、BXB ・ハルクとのタッグで、もち重明とドン・フジーのタッグから、オープン・ザ・ツイン・ゲート統一タッグ王座をダッシュ。 8月30日、神戸大会にて、マット・ブランキー VS、戸沢の一環として、戸沢明とのシングルが組まれるも、ベストフレンドとは戦えないと試合を拒否。ここで戸沢と共闘することを選択したウーハーは、マット・ブランキーから追放になった。9月12日、マット・ブランキー追放後に戸沢と共闘していた、メン,メンと新ユニットを結成、後に、 ユニット名モンスターエクスプレスと発表。2014年1月12日、エボルブ27にて、オープンザ・フリーダム・ゲート・オーザを保持するジョニー・ガルガノに挑戦。試合は、一進一退の状況が続くが最後には、ガルガノよりガルガノエスケープを極められてから、STF を繋がれると逃げられなくなり、ギブアップ負けとなった。3月6日、 ドラゴンゲートにて、オープンザドリームゲート王座を保持する、リコシェに、史上初の外国人選手同士の王座戦を行う。試合は27分に及ぶ、長期戦となるが最後には、リコシェからベナドリラーをくらい敗戦した。11月29日、イングランドにて行われたロート、PCW 合同による、イベント、スパーショーオブオナーにて、PCW 王座を保持する、クリスマスターズ。 ダンマスティフトンウェイエリミネーションマッチでの王座戦を行い勝利し、ベルトをダッシュした。2015年3月1日、ドラゴンゲートにて、オープンザドリームゲート王座を保持する BXB ハルクに挑戦。終盤には、ウーハーコンビネーションを狙うも、スタンディングシューティングスタープレスを回避されると、ファーストフラッシュの連発を喰らい敗戦した。試合後、マイクパフォーマンスで、 ドラゴンゲートから卒業することを発表。全ユニットを呼び込んで卒業式を行い、全選手からエールをもらい、新天地へと向かった。NXT2015 年4月13日、WWE と契約を結び入団することが発表された。5月6日、NXT にてバックステージで GM であり、ウィリアム・リーガルと会話を交わす形で登場。6月24日、 NXT のダークマッチにて NXT デビューを果たし、インディ時代にしのぎを削り合ってきたジョニー・ガルガノと対戦してミリタリープレスからスタンディング・ムーン・サルトプレスへとつなげて NXT 初勝利を飾った。8月5日、同月22日に行われるテイクオーバー・ブルックリンにて NXT デビューすることが決定し、リングネームをアポロ・クルーズへと変更した。 8月22日、テイクオーバーブルックリンにてタイデリンジャーと対戦し、スタンディングムーンサルトプレスを決めて、アポロクルーズとしての NXT デビュー戦を勝利で飾った。10月7日、テイクオーバーリスペクトにてタイラー・ブリーズと対戦。ブリーズの蹴り技を中心とした打撃に、カウンター系の技とパワー戦法を用いて対抗。 終盤にスタンディングムーンサルトプレスで勝利を狙うが、膝による剣さんで返されると、ランニングエルボーを決められるが2回目の、ランニングエルボーを仕掛けに来たところを、バイシクルキックで切り返し、スタンディングブルーサンダーを決めて勝利した。12月16日、テイクオーバーロンドンにてバロンコービンと対戦。序盤を優勢に進めるが場外に投げ出された際に、入場用の階段に叩きつけられると、 流れは一点。終盤に後便のバックブリーカーを喰らいながらも膝蹴りで迎撃し、スタンディングムーンサルトプレスを決めるが最後はエンドオブデイズを喰らい敗戦。WWE2016 年4月4日、WWE に昇格。RAW にてタイラー・ブリーズと対戦。試合中には自慢の跳躍力をアピールし、エンズイギリからミリタリープレス。 スタンディングムーンサルトへと連携を見せ、最後にスピンアウトパーボムを決めて勝利した。2018年2月19日、リングネームをアポロへとマイナーチェンジ。4月16日、RAW にて、スーパースターシェイクアップが行われた際にリングネームをアポロクルーズに戻す。2020年4月20日、マネーインザ・バンク予選で MVP と対戦。自身のフィニッシャーである。 スピンアウトパワーボムを決めて勝利。初出場をつかんだ。が、その翌週の RAW にて、アンドラーデとの王座戦の最中に左膝を負傷。そのまま欠場となり、マネーインザバンクの出場も取り消される。約1ヶ月後の5月18日に復帰。25日に再び、US 王者であるアンドラーデに挑戦。負傷していた左膝を責められるも、 終盤にウーハーコンビネーションを炸裂。そのまま参加ウントを奪い、US 王座を獲得。これが WWE 入団以降、初の王座獲得となった。ありがとうございます。